坂井正人主演の TBS 日曜劇場、ビバント毎週日曜夜9時からのメインキャストで唯一役名が不明だった馬バ場バールが10日に放送された第9話に初登場。役名が語尾であることが正式に発表された。これにより、ドラマ公式サイトにアップされている人物相関図に全キャスト43名、 の役名が揃った。ビバントは、国内外で秘密裏に活動する特殊部隊、ベッハンに所属する主人公の義友女、酒井の活躍を描いたアドベンチャードラマ。第9話では、のぎの実の父親で、テロ組織、テントの創設者であるのゴンべき、の木た役所工事の悲しき過去が明かされた。 第8話の時点で、唯一公式サイトの人物相関図に役名などが記載されていなかったババは、第9話で残る、二宮和成の親友語尾として初登場。語尾は、莫大な利益を生み出す原料、フローライト、ホタル石採掘の共同出資者で、残るの理解者でもある。ババは2014年、 ルーズベルトゲームを皮切りに99.9刑事専門弁護士2016陸王2017下町ロケット2018集団左遷2019グランメゾン東京2019天国と地獄最古な二人2021東京メール走る緊急救命室2021 オールドルーキー2022アトムのわらべ2022と数多くの日曜劇場に出演するなど常連として知られている。編集部倉本拓也。